我々にとって科学の力は大いなる繁栄をもたらし多くの恩恵を与えてくれる。しかし同時に科学の暴走は地球環境の破壊や災害を引き起こし人類全体を滅ぼすほどの力を秘めている。今回のレポートでもご覧いただいたようにニューコムが掲げている科学者の夢はナノテクノロジーや宇宙開発、マイクロ波発電などという具体的な脅威となって人類全体を巻き込もうとしている。私たちグローバルウェイは何も新しい技術の全てを否定しているわけではありません。その証拠に私は車にも乗るし、スフィアのアカウントも取得しています。しかしニューコムの科学者たちは自分たちの夢を実現するためには手段を選ばない。ニューコムの科学者たちはゼネラルリソースで異端児集団と言われていたことからも分かるように、十分な実験期間も取らずに大規模な範囲で新しい技術を実用化しようとしている。その危険性に対して情報公開を求めて活動しているのです。そうです、私たちは何にでも反対することを生きがいにするような団体ではありません。それだけは分かってほしいと思っています。よう新百合、確かにお前の腕はゼネラルでも中の下ぐらいであることは認めてやる。だがなリジョンにちょっとばかし気に入られているからってでかい顔はするな。お前と奴ではレベルが全く違う。俺にはまだ奴がどういうつもりでお前を直属の部下にしたのか理解できんのだ。お前が来る前でも俺と奴で十分だったんだ。まあそれは俺の気分だからお前が気にすることではないがな。お前がヘマをすればリジョンが責任をかぶるってことを忘れるなよ。じゃあ。もうキースからのメールは見ただろう。ヤツのことは気にしなくていい。ヤツと私はこれまでずっと二人でチームを組んできた間柄だ。まあいい腕を持っているし、ゼネラルでは屈指の実戦経験者ではある。ただその分思い込みの激しいやつで、今回の君をこちらに入れた件ではちょっとあった。気分屋のところもあるが、戦場ではやつほどの度胸があるパイロットはいない。やつと飛ぶのは君にとっていい経験になるだろう。それではまた上空で会うのを楽しみにしている。今回の作戦は海上移動都市メガフロートの制圧である。海上都市の体裁を取ってはいるが、実質上はニューコム艦隊の作戦基地となっている。この基地が我々の脅威となる前に先制攻撃をかける。直ちに出撃しメガフロート制御中枢施設を破壊せよ。
このデカブツが科学バカの巣だとは世も末だな。いい、無駄打ち叩く前にフロートを叩け。中枢施設の破壊によってメガフロートの進行を抑えることができた。作戦はクリアした。どうやらキースとの連携もうまくできたようだ。ヤツも君の実力を評価していた。この調子でこれからも頼む。我々の戦いはまだ始まったばかりだ。メガフロートの一件でニューコム側もかなりの軍事力を持っていることが君にも分かっただろう。では。なんだ、まだ戻ってないのか。お前は戦いの基本がスピードにあることぐらいは知っているらしいな。どうやら俺は誤解していたようだ。俺は実力のあるやつを素直に認めるだけの度量はあるつもりでいる。今後もお前の実力を俺たちに見せてくれ。じゃあな、また連絡する。